みなさんこんにちは。今日もスプラトゥーン2やってやーす。で、今日はクリスマスのニューイヤーイギアを使ってやっレギュラーバッジをやっていきまーす。レギュラーバリバトルのコンプトラックをやっていきまーす。で、武器はローラーです。相手の編成が意外に強いですね。おっ、最初はローラーで撃っていきます。どっちも距離は抜けますね。おっと、行くが行くが前に攻めるんでしょうか。前に攻めないでこっち攻めますね。ダメだ、行こう。そこでハットラやって。ダメだ、ハットラ一発当てたんだよ。ダメだ。おっと、竹が危ない。竹が驚かない。竹が、だって俺だけのこと。やりたい竹。竹やりてぇ。ナイス、竹やってた竹。ナイスナイスやれ。こやつはやったよ。こやつおい、あと一発。おやめ、北斎が射程が長くないけどなんかわかんない。薄塩あかんちゃん、会社を実施マスター出ない。おっ、一発当たったけど、危ねえ。おーっと、ナイス、怖。うわーっと、マルチミスタイルが危ねえ。怒りも、やばい。上からなんか、ブラシの雨が降ってきた。右、左、どっちも取られてます。左は、ここで取り足を買おう。右がちょっとなんか潜伏持ってる可能性がありやすくて、さっきからなんか北斎がやったりやすいね。チャージャー2人、チャージャーちゃんとハンドラー使ってるのに北斎が見つかる。ミサイル撃つ前にやりたいけどやれなかった。これは右サイドに出っていくかいな。おーっと、着地やる前にやられましたね。これでチャーが攻めていってるけど大丈夫なのかな。やられてしまった。おーっと、なんだ今のは。竹にやられました。竹ザビエルゼロって言います。と、ナイスマッチョさ。皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。